なんか喋らないうちに一巡目いっちゃったんじゃないですか。あ、それで今度四角に入っちゃった。なん、もう全然無理にして言わなくてもいいんだよ。でも何か、いや、何かっていうか、うん、あの確かに気持ち明るくなって、うん、気持ち明るくなって、うん、それは全然違うんですよね。本当になんか、あの笑顔も増えたかなっていうのも自分で感じるし、うんうん、やっぱりなんかそのやっぱりこう地獄界っていうのはやっぱり常々思うので、うん、私自身が、うんうん、だからそれをやっぱり本当に一つ上の境界に行くために、うん、今のもっともっと勝負だったら違うかな、うんうん、まあ一瞬だね。本当にその今回の体験から言わせてもらえれば、本当にその自分のその心のモヤモヤとか、そのうつうつした感じとかね、クサクサした感じとかは本当に正代に正代に正代重ねて、本当にゴールさまゴールさまゴールさまっていけば本当にすっきりしますよ。でね、日経商人がやっぱりそのことをやっぱ応戦になってたね、かつて。その正代の時間とか量はどうなんだっていうようなことに対してのその御指南だったけど、それは決まりはありませんと。やっぱ人それぞれだから、あなたみたいなね、今日の場合そんなに長時間お寺で座るもできないじゃないですか。だからこう決めてもいけないんだよ。だからあなたはその除外ね、 1時間正代はそうそう。だからだけどもその決まりはありませんけども、心がすっきりするまで唱えることが、これが正代流です。今回これは本当に経過、本当その通りだなと思った。つまり6時間7時間のあの4日目までは、すっきりしてない状態のまだ正代業だったわけだよね。それを4日目の中にスコンって抜けて、初めて芸家のお世のその正代業になったってことなんだよ。だから1日ですっきりしなきゃ、だからすっきりするまでやり続けて、本当にすっきりするとこまでが正代業。毎日同等とは言えないわけだよ。でそのすっきりした状態をいつでも維持するようにしていけば、そらか逆にそのモヤモヤしてそこを中途半端で止めとく、あの半殺しにして止めとくよりはさ、とどめを刺してもらって、スカッとしたまんま生きてた方がよっぽどこう いいわけだよね。それを目指すにはやっぱりね、ちょっと5分や10分の正体だとね、うん、厳しいかもしれない。あの磨くのと同じことだからね、あの刀を。そしたらやっぱりこう綺麗にこうスパンって、方々のこのドッケの命をスパンって切れるように磨くってことは、やっぱりそれなりに磨き込まないと。そうするともう本当に紙でもほらヒラヒラって時にフッて日本刀でも本当に切れるとさ、ヒラヒラって舞ってるか日本紙が、日本酒じゃねえんだよね、日本紙だんだんそんな時間になってきちゃってるそれがハラリンって切れるってじゃないですか。それには本当の研ぎ師が磨いて磨き抜くっていう、それがやっぱりお題目だよね。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経って。俺一時期これも迷っちゃったことあってさ、いっぺんでも成仏するっていう御所があるのにさ、なんでそんなにそのあの向きになって何回何時間も唱えなきゃいけないんだろうって。いや本当にそこでこうしばらくちょっとね、おかしいなって。でもやっぱり御所にちゃんと仰せがあるよね。我々は磨からざる鏡のことを知ってる。だから要はその昔は銅板だからね、銅板だから今の鏡とはあのガラスと違うから、ほっときゃすぐ錆びちゃって映らなくなっちゃうから、錆び切っちゃってもう緑青吹いちゃってもうガタガタになったあの鏡だから、だから磨くんだと。だけど一回はそこらそんなサンドペーパーでシャッてやったってさ、何もならないわけで、とことん平面が出るまで磨きて磨いて磨いて、でどんどん番数を上げてって、最後は本当に舐めるようにしてこう磨いていくっていうね、パウダーでこう磨いていくっていうそういうイメージですよ。何秒法蓮華経だ、まあそういうことだろうな。だから初日はさ、今回で言えば初日は本当にあの80番とかそういうそれでこうザーってグルーズもなんてもしてないよみたいなガーって、そのうちに240番とか1600番とかだん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 日によって変わって、最後はその本当にこうパウダーでね、手のこの指の感触でフラット出すみたいなさそれで職人はねピッカーンって光ったってことだ、その最後のそのね最終日で。
最終日ってその日が真実で終わりじゃないんだけど、とにかくその突き抜けた時にそのピッカーンって綺麗にその仏様が映ったから、だからここが離れたくないなっていう、そういう初めてそんな心の底からねそんな気持ちになれたっていうのが、あれ一種のああいうのをやっぱり一つの境地妙法っていうんだろうね。もう本当にこう仏様と自分がもうもちろん仏様なんだけど離れたくないっていう気持ちだもんね。本当にまあ御所に確かにあるわ、あの初めて会いたる親の落としとかさ、父親に自分が長いこと離れていた父親に初めて会いたる孫徳の心とかね、そういうことじゃんね、こう恋しくて恋しくて恋しくて、まあ、本当に目の前にいらっしゃるっていう、それはこことかこの辺で理解することはできる、できてた。でもやっぱりこの腹の底の奥までそれがすっとーんって理解じゃなくてもう感ずるとこまで自分は、まあ逆に言えばそこの部分がその疑いとか汚い命で覆われてたっていうことなんだよ。それが晴れてみればこんなに気持ちいい、こんなに信心ってありがたいのか、こんなに御存ってありがたいのかっていうね、それこそまさに何か何かが願ってるその具体的な外にあるものが叶ったから嬉しいんじゃなくて、もう本当にこうしているだけ、御存様の前にこうして座ってるだけで、座ってられるだけがありがたいんだっていう境地っていうのかな、これはやっぱり確かにそうたまにはちょっとぐらいあったかもしれないけど、あんなに長時間続いたってことはない、なかったよね。なんかそんなあのでもすっきりするところでの商談できてないんですよね、やっぱりね。で、すりゃいいんだよ。そうだ、そうなんですよ。本当にすっきりっていうか、うん、あの大事な選手がいっぱいいてるところで、やっぱり体験してみたいなっていうのは聞いてて。絶対起こるってことだ。どの御所読んでも結局そういう風になりましょうよっていう、目指しましょう、頑張りましょう、励みましょうっていう、そういう御所ですよ、その事業のその境地で言ったらね。だから凡夫即極って、凡夫なのにご本尊とピタッと会った瞬間、逆に言えば自分の鏡に仏様がきちっと映り込んだだけでもう凡夫即極、凡心なんだけどもう仏心だっていう、それをこうガタ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 してその六章吹いちゃってるから、どんなに仏様に向けてもさ映らないわけだよ。だから磨いて磨いて磨いてピッカーンって映れば同じじゃないですか。鏡でよく人のとこがあったじゃない、眩しいとか言って、あれは太陽に光るそのまま相手へ持ってってんだから、鏡も太陽もある一面においては同じ働きをしてるってことだよね。それなんだから凡心即仏心、太陽じゃないんだけど日蓮大聖人様じゃないんだけど、その鏡には日蓮大聖人様が映ればもうそれは仏と等しい 境地というか等しい振る舞いになるんだよと。鏡はただ人を去っていたずらして眩しがらせるだけだけど、仏の振る舞い言動になるってことだよ、こっちに仏が映れば。それはやっぱりさ味わおうよっていうことだよ。それが光線ルフだよ。その人がそのフラ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 歩くことが、時には殺傷なんかしたりしてね、その姿がそのまま光線ルフ、それがまさに無さだよね。仏様が映り込んじゃってればもうそのまんま、そのまんまその人のその事態検証と言うんだけど、その映り込んでその照り返してくるその人はまさに大倍通りでそれぞれなんだよね。で、その輝きは全部仏様から照らされた影となってここに映るわけだよ。それが狐さんだったり豚さんだったり、それがまさに大倍通りなんだよね。その人の個性が本当に生きた姿っていうのは仏様が映り込んでそれが照らし返されて周りに出た姿が、それがまさに本当の意味の大倍通り、事態検証、こう事態、自分の本当の体がこの照らされ現れるっていう。だからやっぱり南無法蓮華経もうひたすらひたすらこう中へ中へ中へと、で最初はその汚れをまずこう磨く、その次にこの今度はこうストックするとか染めるとかいろいろな解き方できるじゃん。いずれにせよ最初はやっぱり量ですよ。もうね、量いいですか。それは階段の
大御本尊さんに神を置いて南無法蓮華です、うんうん、もちろんそうなんです。それでそこがなかった南無法蓮華南無法蓮華言うてても、うん、そうあかんですよね。そうただ、うん、そのこの2時間3時間4時間5時間となってくるとね、うん、もうそれもまあ分かっちゃいるんだけどそれどころじゃなくなってくるわけですよ。もう辛くてもうわーみたいなやめたいみたいになってきて、だからもうとにかく死の子の言わずに座って大無垢を唱えるその行為自体がさ、うん、階段のご本尊様をちゃんとご内証をお移されたご本尊様なんだから、うん、このこっちのこの頭でそれがもうちょっとこう混乱してても、うんうんうん、もうその行為自体が、ね、そこなんだと、うん、大筋離れてなきゃ。それは検証会とか総科学会はあ、それは絶対ありえない、まあ、根本がないから絶対、まあ、それは絶対どんなに座って唱えたって全くありえないし、バックするぐらい、やればやるほど逆にどん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 こう汚れが増えてっちゃうっていうことだよね。で玉坂が時々魔の通力がストンと出てそのたぶらかすだけのことで、命自体は